おお。どんどん食える魚集まってきますね。なんか絶対嘘やと思った。絶対フグやのに、フグやのにベラとか言い張ってんねやと思ってた。これ結構いいサイズじゃない？どう？気持ちいい？めっちゃ気持ちいい。なんか魚が突っ込んでる感じあるじゃない？これ食えるでしょ。これけどなんか、これ僕昔からこいつ釣るの得意ですから。食えるんよな。食えます、食えます。めっちゃでかいじゃないですか。ムカつく。天才や。ジョー、なんなんそれ。ビクビクビクしてくるじゃないですか、投げて。わからへん。落とすんですよ、最下まで。いや、これ食えますね、これ、完全に食える。仕掛け全部持ってかれました。ブラックリーとか最初に使ってたやつとか全部持ってかれたので、もう投げれないです。あとはもうサビキ用のやつしかないので、一旦引き上げるか。引き上げましょう、一回引き上げましょう。はい、タイ釣りました。ベラ釣りました。いや、まだ何も釣れてません。とりあえずキャンプ地、本拠地に戻ってきたんですけど、雨がすごいです。雨がすごい。結局、釣果は、タイの子供が1匹と、なんかベラが2匹かな。こんな感じです。で、調理をしたいんだけども、雨が降っていて、もしかしたら火が起こせないかもしれない。枯れた木もないし、なんでどうしようかなって感じです。やっぱサバイバルってやっぱ大変なんやなっていうのがよくわかりました。お腹も減ったし、天気がね、問題よな。晴れてったらね、もうちょっといろいろできたんじゃないかと思う。まあなんとかね、とりあえず火は今から起こしてみようと思います。火を起こして